も皆さんこんにちは。毎度一生懸命のおしゃべりでございます。いやー、吉本祇園花月ではですね、新年2022年1月1日から1月の3日まで、これね、18時15分開演なんですよ、ね。題名が、初笑い、すち子の夜夜新喜劇桐生の開催します。なんと、ご来場のお客様全員に、これすごいですよ、はい、皆さん。すち子の眠り飴、こちらをプレゼントさせていただきますので、はい、新年の初笑いにはぜひ、祇園花月にお越しいただきたいなと思とるわけでございます。すいません、はい、あのプレゼントというのはこの一袋なのか中の個包装の一袋なのか、これごとごと思い切りましたね。ごとでございますので、ですか？思い切りましたね。賞味期限2年前に切れてるやつはない違います。大丈夫ですか？ちゃんとしたやつ一袋もらえます。おい、ぜひ来てください。待ってまーす。